安藤さん聞いてくださいよ。最近嫁が何も口聞いてくれなくて。ああ、なんかしたの？いや、多分なんですけど、この間俺がパチンコ行って負けて帰ってきたんですよ。そしたら多分日頃のいろんなことが爆発して、めちゃくちゃ怒ってきたんですよね。それは大変だな。早く仲直りしろよ。ああ。いらっしゃいませ。かなこ、どうしたんだよ。あ、切符売ってもらえます？え、かなこ、どうしてここに？切符を買いに来ただけです。早く売ってください。いや、切符って、おう、どこ行くんだよ。青森までよ。もうあんたにはコリゴリなの。明日実家へ帰ります。え、実家に帰るって、ちょ、待ってくれよ。片道で作ってください。え、帰りの切符は？帰るつもりはないわ。おい、待ってくれよ。そりゃないって。誰のせいよ。いや、この前のことは悪かったって思ってる。何回聞いてると思ってんの？もう限界よ。そんな、もうパチンコも行かないし、タバコもやめるよ。だから、行かないでくれよ。そのセリフも何回目？いい加減にしてよ。子供の分も一枚お願いします。カノンも連れてくのか。当たり前よ。誰が面倒見るのよ。俺が面倒見るよ。何言ってんの？一度だって面倒見たことないくせに。一度くらいは。ごちゃごちゃ言ってないで早く作って。あんたの顔なんて見たくないわ。朝、何時の電車で行くんだよ。8時半よ。はい。じゃあ、指定席を、取っておきます。気持ちが変わったら、また戻ってきてくれよ。俺、変わるから。はい、ありがとうございます。もう会うことなんてないと思うわ。これ、隣の席取っといたよ。安藤さん、今日は早く寝ろよ。ありがとうございます。次の日。え、なんであんたいんの？あ、バレた。ちょっと心配になっちゃってさ。着いたら実家のリンゴの手伝いしてよね。はい。おう、おう、カノン、遊ぼうか。おう、カノン。